小沢博士芝のっぽえの人さん、もい、iPhone から、ヒアス配信っていうログインズアズ URL。音割れてないといいな。とりあえずちょっと携帯の方から初めてキャスをしてみてるんですけど、ギターの音とか声割れてないですかね。大丈夫かな。使いやすいじゃないかな。多分このペダルで一番歪みとして使いやすいのがこれぐらいの音だと思います。ファズっていうよりオーバードライブ。あ、今ストラトつないでます。ゲインをマックスまですると、珍しい音になる。自分的にはね、これぐらいの音っていう、ちょっとねクランチぐらいのこの音が一番このペダルの売りかなというふうに思ってます。ジャリッとした感じいいのかな。こういうのもありなんじゃないかな。これストラトの今リアで弾いてます。リアとセンターのミックスにしました。お風呂オンで、こうね、艶が出るというか、若干こう弦のアタックがジャリッという言うっていうのかな、そんな感じで優しく弾くとクリーンなんだけど、強くピッキングすると
ていう風な感じで、ちょっと歪むっていうのかな、ジャリッとする音、こんな感じ。お、サクさんが来とる。こんにちは。ちゃんと聞こえてんのかなこれ。音歪んだりしてないといいな。僕的にはこれぐらいが好みかな。ああ聞こえてるんですね、よかったよかった、うん、ストラトで今あの家庭用にある普通の練習用の 15W ぐらいのアンプ、トランジスタアンプにつないでやっています、ね、アンプの方はねもう完全にクリーンの音になるように、これアンプだけの音、エフェクトオン、ハーフトーンがやっぱりいいかな、チャリーンとした感じの、うん、音がするんで、ということでハイゲインよりもこの原因を絞った時のこうキラッとした感じの音をこうね得意としているファズです。じゃあ普通のファズ、例えばファズフェイス普通売ってるやつとかでもって原因絞りゃええやんっていう風なことを思う方もいるかもしれないけど、あれを原因を絞るとちょっとまたねニュアンスが違うのでこの音ではないのよね。どっちかというとあのギターの方のボリュームを絞った時のあの音を狙っているんで、うん、あのスイッチャーとかにもしかしたら組み込んで、それであのボタン一発、あのスイッチ一発でボンとこうあの鈴なりの音を出したいっていう人なんかにはこういうこれはいいのかなというふうに思います、うん、僕みたいにあのギター弾くのがあんまり上手くなくて、あの演奏中にそんなボリューム絞るなんて器用なことできねえよっていうような僕なんかにはすごくありがたい、自分で作っといてあれだけどありがたいペダル。サク、ジャクマンさん、頑張ってください。はい、頑張ります。まあとりあえず携帯からもなんとか配信はできるみっていうことがとりあえず今日は分かりました。ゲインマックスまで上げるとね。お、カーディアンさんいらっしゃいませ、好きな音、あ、ありがとうございます。マックスまで上げると一応ねファズっぽい音っていうのかな、ファズらしい音も出るんです。うん、ね、でもまあ正直この音は僕はあのおまけ的にこんなのも出ますよみたいな感じなので、まあ、元気なあの歪んだ音っていうの、なんて言うんだろう、オーバードライブ的な感じで普通に使える音、歪んだ使える音っていうのでだと、これぐらいの歪みの具合が多分いいのかななんていうふうに思います、うん、じゃあとりあえずちょっとテスト的にやってみただけなんでこれぐらいでおしまいにしたいと思います。
あ、ちなみに使ってたねアンプ、これパークの古いやつ、ヤフオクでね安く買ったんです。でした、ありがとうございます。キャネイガンさん、ローゲインハズすごく興味が湧いてきました。 ありがとうございます。うん、今日は作る分の材料が届きましたので、来週には多分うちから発送して、泉谷さんの店頭に並べてもらえるようになると思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼します。